島根県を旅しているツールドサイン、放送のダイジェストに未公開シーンを加えた特別編、ご覧ください。ツールドサイン、今回はこちら道の駅奥出雲おろしループから道の駅掛け屋の里に向かって自転車を漕いでいきます。ちょっとね、天気が心配なんですけども、この曇り空晴らすべく元気に明るく行ってきまーす。始まりましたよ。頑張って登ってきたオロチループをここから下りますよ。あー気持ちいい。お、なんか舞茸の直売所がありますよ。ちょっと寄ってみましょうか。でやっぱりメインはこのキノコなんですよね。うわ、あ、これも全部奥出雲で採れた。珍しいのと、アワビ茸。え、なんですかこれ。アワビの食感なんです。あ、欲しいの。海のアワビと同じような食感なんです。こんなんですよ。こう、平たけみたいな感じですけど、食感がアワビに似てる。アワビなんですね。あ、これが一株大体600円だね。2袋で1000円。やっぱ大きいな。秋の味覚舞茸、召し上がれ。汗だくです。全然進まないし。カメがいます。で、こっちには何色かわからないカエル。山ではこんな楽しみ方もできます。あ、カメが上向いてる。かわいい。ほら、すごい背伸びしてる。暑いから涼んでるんですかね。そうですね、今日30度あります。もうさっき30度、31度とか電光掲示板書いてありました。カメもカエルも冷たい水で涼んでます。暑いんですね、生き物も。道理で暑いわけだ。道の駅掛け屋の里到着。53キロ超えだ。あー疲れた。八重滝定食準備していただきました。お肉にお魚、豪華です。いや疲れてお腹減ったんで早速いただきます。じゃあまずは牛肉からいただきます。うまい。お肉も柔らかいです。醤油とお味噌ですね、ちょっとピリッとします。ツールドサイン特別編いかがでしたか？次回も頑張って走ります。お楽しみに。